あ、どうもこんにちは。今回なんですけど、僕遊戯王のガチャでめっちゃ欲しいカード一つ見つけたんですけど、それがこちら。これ知ってる方多いと思うんですけど、ブルーアイズもやったかも。ちょっとね、これ狙っていきたいなと思います。ちょっとカード10枚で1回500円なんですけど、ブルーアイズワイルドドラゴン、この幻のレアカードをね、狙っていきたいなと思います。まあ、1回、まあ、カード10枚が入ってて1回500円みたいな感じです。もうとりあえず一発で当てたいですね。これほんま入ってるんかなと思ってて、ステンレスでしょ、これめっちゃレアル高いなと思って。いきます。はい、よし、来た、来ましたよ。ちょっと引きます。これ来ます。当たってるかな、なんかこんな感じです。さて、ブルーアイズ入れたらこの、ほい、はい、おお、結構いいの感じの、お、めっちゃ当たるやんこれ。お、あ、したラスト1枚。はい、くそ。あ、でもなんか主演のデミスみたいな感じのやつ当たって、ちょっとブルーアイズは当たんなかったんですけど、まあこんな感じでちょっとブルーアイズは残念ながら当たらなかったんですけど、今後引いていきたいと思うんでね、ぜひ。コピーカードとか偽物かなと思ってたんですけど、普通の本物のカードなんでね、多分入ってるんじゃないかなと思います。とりあえず次回絶対ブルーアイズ当てたいと思うんでね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。では皆さん、ぜひチャンネル登録してください。